ャンプの課題は、走攻守、全てにおいて、レベルアップすることっていうのと、打撃でいうとやっぱ安定性というか、芯で捉える、確率っていうのを上げることと、守備面は、送球、捕球から送球にしっかり入れるようにっていうのと、走塁は、2桁盗塁したいので、そのスタートの準備の仕方であったり、っていうことを意識して今はやってます。自信は全然、得られてないですけど、ここをもうちょっと、こうすれば、もっと良くなるんじゃないかなっていう、考えというかそういう知識は入れたかなと思います。去年の成績より、成績を上回るような結果を残したいなと思いますし、またチームの勝利に貢献できるようにやっていきたいなと思います。